はい、お疲れ様でございます、時間となりましたので、午後の部を再開させていただきます。これからですね、15時30分までということで、ちょっと長丁場ではございますが、ハンズオン研修といたしまして、メタバース仮想世界を用いた革作りセミナーということで進めてまいりたいと思います。ここでですね、講師であります佐藤様のプロフィールを若干ご紹介させていただきたいと思います。佐藤様におかれましては、1998年4月に、日本工芸に入社されまして、2018年よりアンリアルエンジンを地形データとの連携やマルチユーザーに活用する取り組みを開始されて、現在までにゲームエンジンの土木分野への活用を広げられて、来られております。現在はですね、事業戦略本部 DX 推進部部長としてご活躍をされてございます。それでは佐藤様、長丁場ではございますが、講義の方どうぞよろしくお願いいたします。今ご紹介に預かりました、日本工芸の佐藤です。よろしくお願いします。最初に、ハンズオンをこれから実施するんですけど、なんでこういうゲームエンジンを使っていくのかっていうところを、ちょっと最初に10分から15分程度お話しさせていただきます。はい、じゃあよろしくお願いします。まずゲームエンジンに関する、概要と土木分野の、事例紹介として、簡単にお話しします。で、最初にですね、こちらの資料ちょっと古いんですけど、2003年の論文の、数字になります。これ建設事業の手戻りの原因っていうところになります。で、実はこの手戻りの原因をよく見ていくと、38.5% が、ミスとか見落とし、それで、16.9% が、方針変更とか、続けてみます。はい、後工程での、設計変更というところに、起因しています。で、こういったところを仕事の流れに置き換えてみます。そうすると、大抵仕事って方針を決定してから、それから作業に入ってきます。で、このさっきの数字を置き換えてみると、方針決定の段階で 16.9% 手戻りが生じている、それから、作業の段階で 38.5% ミスとか見落としで手戻りが生じているという流れになります。で、さらに、流れを見てみると、例えば悪い流れ、方針変更があります。それで設計変更が生じます。で、そのため作業のやり直しができてきて、慌てて作業をするので設計ミスとか見落としが出てきて、で、そのミスが出たせいでまた設計変更になって、やっぱりこれは違うよって方針変更につながっていくっていう、こういう悪いサイクルっていうのを、多分誰もが1回は経験してると思います。で、この方針決定と、作業っていうところですけど、それぞれやっぱり別のものじゃないかなと考えてます。一つは、方針決定が、想像力の向上、それから、で、想像力の向上っていうのは面白いとか楽しいとかワクワクするとか、そういうところで、もう一つ、作業の方っていうのは、生産性の向上が関係してきます。こっちは設計の自動化とか、やり直しの削減とか、あとスピーディーにやっていくとか、そういうところですね。で、この、方針決定、想像力向上と生産性向上っていうのは実は表裏一体じゃないかなと思っていて、で、例えば想像力向上のところで意思決定時間の最適化を図っていきましょう。そうすると手戻りとか、方針変更、方針の変化っていうのが、減っていくだろうと考えています。それから、生産性向上の方は作業効率を、向上しましょう。つまりルーチンワークを早くしましょうっていうところです。これが先ほどビムシムのところで出た、自動設計とかビムシムの自動化というところにつながると考えています。で、今日は、ゲームエンジンの話なので、どちらかというと想像力の向上の話になります。で、これは従来何を使っていたかっていうところですけど、従来スケッチパースとか、あと模型とかを使ってました。で、この想像力向上の、要素、3つあると思っています。
で、一つは思い通りに作れる。それから、二つ目が作りながらイメージできる。三つ目が、みんなで共感できる。ここがポイントかと思っています。これ、一息で説明すると結構息が切れますね。すみません。それで、これちょっと事例なんですけど、今度6月の末に弊社の方で展示会に出展するんですけど、その展示会のブースの検討をした事例になります。で、上司からの、指示、ビシッとかっこよくてスタイリッシュなブースにしてっていう指示がありました。で、まあもちろん、いや大丈夫ですよっていうしかないんですけど、まあ無茶な注文なので絶対手戻りが生じるなっていうところです。で、要求事項を整理すると、要求事項すべて感覚の世界なんですね。じゃあ、この感覚の世界を、いかに分かる、ま、みんなで共有するかっていうところがポイントになります。なので、3次元の共通言語にするっていうところが、まず、最低限に必要だ。で、これ、ですね、下の方に、三次元 CAD の絵があるんですけど、これ、スケッチアップっていうソフトを使ってます。で、まずは、条件整理で、展示場の端っこに柱があるんで、サービススペースとか、ここはカウンターにしようか。それから、壁の、通路正面位置は、どっちかっていうと遠くから来る方にアイキャッチとして使ってもらおう。で、その前は高いものを置かないようにしよう。で、来場者の動線をどう来るかなっていうことを考えながら、さあ、その場でですね、ウェブ会議をしながら、その場でデザインをして、ここの配置どうかなっていうようなことを検討したものになります。で、ちなみにこれ、その後方針変更が入ってます。で、それは我々どうしようもなくて、ブースの位置を主催者の方からブースの位置変更してくださいって言われたんですよ。で、もうしょうがないから最初からもう一回やり直します。で、ちなみにこちらも、共通言語とウェブ会議の組み合わせになります。これは土木研究所の自然共生センターさんから資料を提供してもらったものでして、なんていうんですかね、湿地再生とか環境学習をやれるようなスペースをどう作っていくか、どうデザインしていくかっていうので、アンリアルエンジンを使ってやった事例になります。あ、ちなみにこれは相当気合い入ってます。で、ここからお話しするのが、じゃあそのゲームエンジン。で、ゲームエンジンが入ってくると、デジタルエンジニアリングっていう概念が生まれてきます。これはデータがつながっていくので、デジタルでエンジニアリングしていきましょう。で、一つはやっぱデータを連続させるところと、それからどうなるかとか何ができるかっていうのが事前に検証できるっていうのがポイントだと思ってます。もちろん下の方には、各種デジタルにするツールとか、あと、使用するツールですね。そういうところが、もうすでに揃ってますんで、これを使えばいいなというところです。で、ゲームエンジン、エピックの杉山さんからもお話あったんですけど、やっぱり、すごい、こう、描画品質がいいんですね。かつ、リアルタイムにできるっていうところで、できるものがイメージできるので、共通言語として非常に有効だというところがあります。それから、自然な形状を作ることができて、低い LOD、詳細度の、モデルでもリアルに再現できるっていうところがポイントです。で、あとは、その、ゲームエンジンなので、仮想空間を構築できて、離れた拠点に、この空間の中って3人入ってるんですけど、全部ネットワークで入ってやってます。先ほど大月先生からも紹介があった、ああいう会議っていうのがこの中でできて、実は設計調査もこの中でできる。有識者を呼んできて、アドバイスもらうのもこの中でできるっていうように変わっていくと思っています。で、ちなみに皆さんにちょっとご質問なんですけど、そのデジタルを使ってない日、ございます。多分必ず1日1回は、スマホをいじると思います。もしかしたら1時間に1回以上いじってるかもしれません。で、ショッピングだったりとか、人とつながるところ、
つながるところっていうのがもうデジタルを必ず通じてやってます。で、これ言い換えますと、その消費者のデジタル化っていうのが進んでいって、デジタルが生活のインフラの一つになってるような印象も受けます。つまり、我々が求めら、これから求められているところっていうのは、このデジタルを融合した社会インフラ整備っていうところも求められているかもしれないです。で、そのデジタルを融合した社会インフラ整備の一つの姿っていうのが、デジタルツインっていう言葉になります。で、このデジタルツインなんですけど、最近いろんなところでよく聞かれると思うんですけど、その、現実世界のコピーをデジタル空間に置きます。で、ただ置いただけではなくて、その中で戦略的な意思決定とか、オペレーション上の意思決定、それから高度なシミュレーション、そういうところにも利用されています。で、ここがその、施設とか設備だけじゃなくて、人、プロセス、組織、環境、こういったものもデジタルに情報を置き換えることで、シミュレーションができるというようになってくると思います。で、この対応する領域は、地球環境レベルから都市レベル、施設レベル、利用レベルまで、様々な、レベルがあると考えています。例えば都市レベルなんかですと、スマートシティっていうところがそうかもしれないですし、あとは流域治水っていう概念も、都市レベルのところに入ってくると思います。それから施設レベルに入ってくると、排水機場の管理、その他いろんなアセットの管理っていうところが入っています。で、次に、この、セミナーのタイトルにもあった、メタバース。で、メタバースは物理空間と仮想空間を融合して、インターネット上に構築されたフルデジタル化された新たな環境っていうふうに言われています。で、先ほどデジタルツインは現実世界、デジタル世界しかなかったんですけど、その両方が融合した世界っていうのがメタバースっていうところになると思います。で、このメタバースについては、いろんな予測が出てるんですけど、2026年、4年後、これガートナーさんの予測なんですけど、世界の人口の4分の1がメタバースで1日1時間以上過ごすって言われています。で、さらに、その世界の組織の 30% が、このメタバースに対応した製品とか、サービスを提供するようになるよ、っていうふうにも、予測されています。そして、これはブルームバーグさんの予測なんですけど、2028年6年後には、メタバースっていうのは次世代のプラットフォームになる可能性があります。で、8000億ドルの市場規模予測で年間2桁の成長してます。する可能性がありますっていうふうに言っていて、なので、今いろんなところでメタバースって言われてるのは、やっぱりここら辺があるからなんですね。ちなみに今、今じゃないですね。2年前の2020年は500億ドル。これが、2028年には8000億ドル。100兆円ですか。ちょっと考えきれない数字です。で、このメタバース自身は過熱気味ではあるんですけど、メガトレンドっていうふうに捉えられています。で、ここからはその何年後に実現できるかっていうところはわかんないんですが、2020X 年、デバイスの進展が進むと仮想世界と現実世界の境界がなくなる可能性があります。先ほども中村さんか大月さんの説明の中で、メタバースの中では綺麗な川だけど、現実世界は、普通の川っていうようなものがあったと思います。で、仮想世界っていうのが、身近なパラレルワールドとか、それから、現実世界の拡張次元、デジタルのデータを使って現実世界の次元を拡張していくっていうところになるかもしれなくて、で、この拡張次元を使った新しい情報提供とかコミュニティっていうのが、出てくるかもしれないです。で、じゃあ我々建設コンサルタント、どういう価値を、
目指していくかというところなんですけど、やっぱりその美しく強靭な国土デザイン、これを目指すためにデジタルツインテクノロジーっていうのを使うっていうのが良いのではないかなということで、これからハンズオンを始めさせていただきます。今日のハンズオンの流れなんですけど、まず1時間程度天群データからゲームエンジンの方にデータをどう持っていくんだっていう下準備の方を先にやります。でその後一旦休憩を挟んでから実際にゲームエンジンを使って講習を進めていきます。とそれとあと今ウェブでご覧になっている方なんですが、QA チャットの方だっけ、チャットの方にですね、追加の資料の、リンクを、リンクファイル、ファイルをそのまま元データ、はい、追加の資料のファイルをそのまま、今チャットの方にアップロードしてます。なのでそこで、ちょっとダウンロードしていただいて、それを見ながら、進めていただければと思います。ちょっとじゃあ、ハンズオンの、実際の、進む、方に入ります。で、こちらの会場にいらっしゃる方は、ちょっとここから先、ここまでで詰まっちゃったみたいなところがあれば、手を挙げていただければ、後ろの方にサポートしてる、人がいますんで、すぐにサポート入ります。じゃあちょっと準備します。よろしくお願いします。はい、ファイリング。じゃあ、そっちの画面を、そっちのこのまま、このまま。大丈夫、大丈夫。OK ですかね。そうしましたら、実際に、ハンズオン、やっていきます。まず会場の方々、PC は、大丈夫ですかね？立ち上がってますかね？はい。お手元にはマニュアルが、すでに配られていると思いますので、基本的にそのマニュアルに沿って、進めていきます。で、こちらの、マニュアル、九州地方整備局さんの、ホームページの方からも、これより詳しいマニュアルが、ダウンロードできます。そちらも合わせて、で、今回はそのマニュアルの全てをやるんではなくて、そこから抜粋して実施していきます。と、じゃあ、まずですね、最初に、航空 LP データを、ゲームエンジンに取り込んでいくための下準備を進めていきます。使うソフトはですね、クラウドコンペアっていう、オープンソースの、ソフトを使うんですけど、皆さんの方で使い慣れてるソフトがあれば、そちらでも、構いません。やることっていうのは、天群データから、地形のラスター、地形標高のラスターを作るっていう作業になります。じゃあ、クラウドコンペアを、まず立ち上げてみてください。で、クラウドコンペアが立ち上がったら、テキスト形式の測量データ、実習用に、使用データとして配っているものがございます。この中の、教材データの01になります。で、01のこのテキストデータをすべて、マウスでピッと選択していただいて、そのまんま後ろの、クラウドコンペアの中に放り込めば、読み込みを開始します。
で、この読み込みの段階で、いろいろと聞かれるんですけど、ここで聞かれるのは、それぞれのデータが X と Y と Z、どれに対応してますかっていうやつです。で、今回は、このまま X、Y、Z を使うんですけど、数学座標と測量座標、X と Y が入れ替わっているものもありますので、その際には、注意が必要です。これで、Apply All で、で、次にここで出てくる画面が、データが遠いところにあるけど、それを、仮想的にどこかに持っていきますかって聞かれます。で、これは、No で、お願いします。というのも、後でまたデータを戻さなきゃいけないときに悩んじゃうんですね。で、すべて No で、これ、ノーは実は1回ずつ押さなきゃいけなくて、点群データが30個、40個あると、もうずっと連打してます。だいたい読み込めましたかね。そしたらですね、今、バラバラなファイルで、入ってますので、これを作業しやすいように一つにまとめていきます。で、このまとめ方が、まず、左側の方の、パネルの方から、すべてのデータ、一番上のデータをクリックした後、シフトを押しながら、下の方でシフトを押しながら、一番下まで選択します。で、これで選択したら、このデータ編集できますよってなりますんで、ここから画面上の、マージのメニューがあるんですけど、エディットから、下の方に、マージ、真ん中ぐらいですね、マージというものがあります。で、これをクリックしてください。で、そうすると、これ、最初に聞かれるのは、最初のデータから何かデータを作りますかって言われてます。で、ここは、まあ、イエスでもノーでもどっちでもいいんですけど、すでに、いろんなデータが入ってる場合、いろんな、例えば、強度データとか、大事なデータが入ってるときは、それは残さなきゃいけないので、ここではイエスでもノーでもどちらでも大丈夫です。イエスで、まずは。で、そしたら結構カラフルな、絵が出てくるんですけど、これは読み込んだデータから、さっき、属性データを1個作ったっていうところになります。で、今度は、ちょっとこのまんまだと見にくいので、色を強光的な色の表示に変えていきます。今、マージしたデータ、一つのデータになってますので、それを選択していただいてから、今度、エディットから、カラーというところがあるので、カラーから、ハイトランプっていう真ん中ぐらいにあるやつを選んでください。で、このハイトランプ、いろんな表示の仕方がありますよっていうところです。デフォルトでもいいですし、カスタムだと色も選べますし、バンディングっていうふうにすると、例えばバンディングで1ってすると1メーターおきに繰り返し色を表示しますっていうモードになります。例えばこのバン、今デフォルトでやるんですけど、バンディングにすると何がわかるかっていうと、例えば堤防上の窪地があるかどうかっていうときに、バンディングで10センチとかっていうふうにすると、10センチのくぼみがあるところが目玉状に出てきます。そういうふうに、データを見ることができます。今回はデフォルトでいきます。で、デフォルトでやっていくと、ようやくここら辺で見慣れた、絵になってくると思います。で、ここまでできたら、今度はまだこれ点群データですので、ちょっと拡大してもらえますか。点が見えるぐらいので、うん。
さっき1枚の絵のように見えてたやつは実は点群データでまだ点の状態です。これを絵の状態に変えていきます。でなんで絵に変えるかっていうと、ゲームエンジンで編集できる地形っていうのは実はこの絵の状態になってないと編集できないところがありますので、絵に変えていきます。じゃあちょっとズームアウトして、はい、そしたら、先ほどの、左側のところから、変換したいデータを選んでおいて、選んだ上で、今度、ツールから、ツール、プロジェクション、ラスタライズ、ですね。でここで、ラスタライズ、さっきのはベクター化なので、ラスターデータに変えていきます。ここ、設定するところは、グリッドの大きさをいくつにしますかっていうふうにあります。今回は、グリッドの大きさは 0.5 に設定します。で、0.5 に設定した後、アクティブレイヤー、これは、ハイトグリッドバリューを選びます。これ、そうですね。そのままで OK。で、下のプロジェクション、これ投影方法どうしますかってあるんですけど、投影方法、ダイレクション、どっちの向きから投影しますか。で、ここは Z から、上から見るので、Z を選びます。で、下に2つ、セルハイトと、保管方法をどうしますかっていう、メニューがあります。で、セルハイトについては、今回使ってるデータは、すでにクリーニングされた後の、地形のデータになるので、その、例えばこれ 0.5 メーターの中に、例えば3点ぐらい入ってる場合、一番低いところを取ると一番低いデータになりますし、高いところだと一番トップになるので、ここは、中間のアベレージっていうのを選びます。で、これ保管しないとダメだっけ？保管しなくて大丈夫なの？で、インタープラレートっていうのは、これはチェックを外してもらって構いません。で、下に、エンプティセルっていう、ところがあるんですけど、このエンプティセルっていうのは、データないセルどう処理しますかっていう、ところです。ここもちょっとプルダウン開いていただくといろいろメニューがあります。上から、ないものはないもので扱うとか、それから一番低い標高を使う、平均の標高を使いますとか、いろいろあります。今回は、どれでいいかな。これ基本大丈夫だよね。じゃあ、リブエンプティで、大丈夫です。で、そこまで行きましたら、あと、アップデートグリッドを押していただくと、これ計算します。ちょっとでかいけどいいですかって出てくるんですけど、いいっすよっていう、OK で、あ、Yes でいいです。で、こういう絵が出てくるけどいいですかっていうものが、ここで表示されます。で、ここで、あとは出力下のエクスポートのメニューのところから、ここで、ラスターを選んでいただくと、ラスターの絵が出ます。ここでラスターを押してみてください。で、ラスターを押すと、メニューがいくつか選べるんですけど、今回は、高さの図を作るので、高さの図ですね。なので、エクスポートハイトにチェックが入っていることを確認して、OK で、いいです。それで、この後 GIS で作業しますから、GIS で読み込みやすい形式の、GeoTIFF の形式で保存します。ファイルの種類を、GeoTIFF を選んでいただいて、それで、任意のところに、保存で構いません。
これ、どこかに保存するとかの方がいいのかな。デスクトップの、そうですね、教材データがあったあたりのフォルダを適当に使ってください。ちなみに今の、この作業なんですけど、パソコンのスペックを結構、要求されますので、もしかしたら、Zoom でご覧になっている方々は、まだ作業終わんないよとか、計算終わんないよ、あと落ちちゃうよっていうことが、あるかもしれないです。はい。で、出来上がったデータを今度は、見ていくんですが、ここから先は、QGIS を使っていきます。まず、そうしましたら QGIS を、立ち上げてみてください。実は QGIS、昔は EXE 形式のファイルを配布していたんですが、今はインストーラー形式のファイル、インストーラーというかですね、OS 情報っていう、インストーラーの形式になったりします。で、実は今回、配布しているプラグインの方なんですけど、インストーラーが古い方じゃないと、実は動かないっていう問題があります。理由はですね、計算に使っている Python っていう言語が別のところに実は保存されちゃうっていうところが原因です。そうしましたら QGIS が立ち上がりましたら先ほど作ったファイルを読み込んでいきます。ここでは細かな手順を書いてるんですが、基本先ほどのラスターファイルをポイッと持ってくればいいんですけど、この手順の通りになっていきます。まず、細かな手順として、レイヤーのタブのところ、上のレイヤーのところから、レイヤーを追加。で、ラスターレイヤーを追加にします。で、総数のところで、ラスターデータセット、一番右側の、散歩値を押して、ファイルを検索しに行きます。で、ここで先ほど変換した、ファイル、こちらを選んでいきます。この02はあれね。なんで、もしかして、うまくいかなかったら02が出した。それで、もう一回ファイルのところにして。それで、先ほど、PC 落ちちゃったよ、PC じゃない、ソフトが落ちてうまくいかないよっていう方は、上の02ラスターっていうのが、すでにもう用意されているものになりますので、Zoom の方はそちらを使っていただいても構いません。ここではさっき変換したラスターを使います。で、これで、追加ボタンを押していただいて、で、押していただくと、これで閉じるで。で、押していただくと、ラスターファイルが読み込まれてます。地形データですね。で、この地形データはまだ読み込まれたままなので、あ、しまった。ちょっと飛ばしちゃったかもしれない。あ、いや、いいか。読み込まれたままなので、まだ、座標系が、設定できてないです。なので、読み込んだデータ、レイヤーパネルのところにハテナマークがあると思うんですが、そこのハテナマークを押していただくと、これ、座標系何ですかっていうふうに聞かれます。で、これ、九州管内のデータですので、JGD2011 の、ジャパンプレーンレクタングラー CS2、JGD2011 の、2K を選びます。フィルターのところで JGD2011 っていうふうに、
入れていただくと候補が出てきます。そうしないと数千の座標系から選ばなきゃいけなくなりますので、それでまずここを選んでいただいて OK を押すとその座標系がつきます。そうするとハテナマークが消えて実はここ何もなくなっちゃいます。で、何もなくなった場合は、もう一度、レイヤーパネルのこのデータを、クリックして、右クリックして、レイヤーの領域にズームっていうのがあるんで、それを押していただくと、また表示されます。まずはここまでで会場の方ですね。この辺 QGIS のもう本当に最初の何ていうんですかね、ちょっと全容がわからないまま今このボタンを押してください、このボタンを押してくださいだけなので、ちょっと戸惑われている方も多いと思うんですが、まず基本的な流れとして、今の、GIS はデータを読み込んだら座標を合わせる、これがまず基本になります。VIM のソフト、SIM のソフトも一緒で、データ読み込んだら座標を合わせる、もしくは読み込んできて作業する空間の座標を先に合わせておいてからデータを読み込んでくるというところになります。で、あらかじめもうデータに、座標系が組み込まれているデータとかも、たまにあります。そういうものは何も設定せずに、読み込むことはできます。ちょっと座標系のところをもう一回開いて、右クリックでプロパティで見に行く。いや、それじゃなくてプロパティから。ここから見るとダメなんだ。まあ、それ OK でいいな。で、CRS、なんでないんだ。もうくっついてるか。じゃあ、キャンセル。で、ここまでで先ほどの点群データを、ラスター形式にして、ちゃんと、GIS やら解析ソフト、例えば iRIC で使うためのデータとか、そういうところまで、もう下準備が終わった状態です。で、ここからはちょっと特殊になるんですけど、ゲームエンジンに、読み込む、作業をやります。で、ゲームエンジンは、GeoTIFF の形式っていうのは実は読めません。で、GeoTIFF の形式から、画像の形式に、変える必要があります。で、少し詳しい話をしますと、この GeoTIFF の形式は、32ビットの、高さ情報を32ビットで保持しています。で、それを、標高に換算して、やってます。でも、ゲームエンジンって、32ビットのデータを読めるものもあるんですけど、大体16ビットのデータを読むようにしてます。そうすると、6万5000段階ぐらいしか、実は表現できない。階調を表現できないっていうふうになります。で、ここからやる作業は、それの変換作業になります。皆様の、その QGIS の、バーの上のパネルの下ぐらいに TIFF から PNG を切り出しとか PNG から TIFF に変換っていうものがあると思います。これが、今回配布している、変換プラグインになります。もしここに表示されてない場合はプラグインのところから
デムコンバーターというものがここにありますので、ここからでも選べます。で、ここで TIFF から PNG を切り出しというものを選択します。で、ここで、今回入力画像のデムは一つしかないんですけど、複数読み込んでる場合には、入力画像のデムっていうのを、きちんと選んでください。で、今回は一つしかないので、一つ選びます。それから、出力先のフォルダーを、指定してあげます。出力先は、そうですね。教材データのところの直下ぐらいに置きましょう。ファイル名は任意で構わないです。あ、任意なんですけど、なるべく英語で、かつ先頭に数字が入らない方がいいです。ゲームエンジン側が先頭に数字が入ったりとかすると読めないケースがあります。あ、そっか。これはファイル名は付けないんだ。ごめんなさい。失礼しました。ここは出力先のフォルダを選ぶだけで大丈夫です。で、ここからがちょっと特殊でして、ゲームエンジンが読み込みやすい、処理しやすい出力解像度をいくつか用意しています。今回の場合は、Unreal Engine 4を対象に、ちょっとそのクールダウンを開いていただくと、127、127から8K の8129まで、あります。で、ちょうどいいサイズっていうのは、やっぱりPC、使ってる PC、ちょっとのスペックが低いなっていう場合には、1000とか2000ぐらいに抑えた方がいいです。で、スペックが高いよっていう場合には、フルに、8K の解像度を使ってもいいんですけど、今回は2017×2017 を、選択します。で、出力画像の、1ピクセルの地理的距離っていうのは、これはもうこのまんま 0.5 の 0.5 で、構いません。で、その下に上下の標高マージン、余裕幅って書いてるものがあります。で、これ何かって言いますと、このまんま出力してしまうと、今の画像の一番低いところが0っていう数字になります。そうすると、そこから編集しようと思っても0より低い数字は編集できないので、ここであらかじめ、例えば可動掘削をする予定がある場合、ただ3メーターぐらい掘るんじゃないかなっていうときには、まあ余裕を見て、10メーターの、この加減っていうのを追加していきます。で、そこまで設定をすると、あとはどの範囲を切り出すかっていうふうに聞かれてきますので、どの範囲を切り出すかっていうところに入ります。ここで切り出し範囲を選択を選んでください。で、キャンバス上で、切り出し範囲を指定してくださいって出るので、これで OK って押すと、キャンバスの方に戻ります。で、ここで、左上から右下に、四角で、そうですね。そうすると、この範囲は切り出されますよっていうのが赤で、表示されます。で今回は、2000×2000 の 0.5 メーターグリッドなので、1キロ×1キロぐらいの範囲が、出力されます。で、これ、ちょっとこれ嫌だなっていうときは、ちょっととだけこの赤の、その状態にしてもう一回離すと、エラーが出るんで、それで OK ってすると、もう一回選ぶところから入ります。切り出し範囲を、また選択っていうふうにして、さっきのだとちょっと視点選んだけど、入れない、はい、あと、右下が入らないなっていうときに、さっきみたいに、回避をしていきます。で、これで選んだら、ここで、赤い枠が出てる状態で選ぶと、選んで話してみると、ここで、切り出し作業が後ろで、動きます。で、切り出されるとファイルの、出力が完了しましたというふうに、出てきます。まず、ここまで、やってみます。
どうでしょう、皆さん、なんか。あ、で、例えばここで、ちょっと操作追いつけなくなったってなっても、ちゃんと次に、データは用意してますんで、雰囲気として掴んでいただいても構いません。これで今出力した、出力先を指定したフォルダーの中には、アウトプットっていうフォルダーが出てきてます。で、このアウトプットを開いていただくと、そこをなんかもう少し文字大きくできるかな。虫眼鏡。3種類のファイルができてます。一つは、切り出したラスターファイル、00の、これは PNG 形式のファイルです。で、もう一つは PNGW、PNG に対する、地理情報を与えるワールドファイルというものになります。あ、ついてこれなかった方の、場所って、データの場所って、あ、03のアウトプットですね。で、もう一つは info っていう、CSV ファイルが出てます。で、この info は、大事にしなきゃいけないのは、この後ゲームエンジンで編集したファイルを今度 GIS とか iRig に戻すときに、この info ファイルを読んで、変換パラメータを設定します。なので、これ、いらねえやって言って、どっかにやらないで、これ大事に取っておいてください。インフォをちょっと開けるかな。Excel入ってるね。うん。あ、そうね。これはダメなやつね。この中にそのプロジェクション形式、何ですかっていうやつとか、それから、解像度どのぐらいですか、それからさっき、指定した加減っていうのはどのぐらいですかっていういろんな情報が入ってます。あ、いいよ。それで、ここまでで、さあゲームエンジンに、取り込む、一通りの手順が、終わってます。あとは、ここから先は、この出力した 00PNG を使ってゲームエンジン側での作業になります。まあ、スタッフに出すときに、1枚じゃなくて、複数枚切り出してる方っていらっしゃるんですよ。つまり、だから、PNG 終わるファイル、CSV が複数セットに来てる方いるんで、続きはまあどれか一つ選んでやってください。すべてが入っている。あ、それで、先ほどの、切り出しのところで何度もやると、いくつも、ファイルが作れちゃいますんで、次に使うのはどれか一つ選んでいただいて、使っていただければ大丈夫です。あ、範囲を小さくして、あ、こういう、あ、そういうことですね。今画面に映ってるような状態ですと、これ2枚の PNG が出力されるようになってます。そうですね。こういうふうにして使ってもいいんですけど、では、ちょっと領域が狭いけど、一つ一つは、細かいデータで作業を楽にする。という時にはこういう使い方をします。で、その時にはいくつもデータが出てくるんですけど、左上に近いところから00で出てくるので、多分ちょっとやりすぎちゃったっていう場合には多分00を選べば大丈夫だと思います。ここで一旦ちょっと休憩を入れるんですが、まだ早いんですね。なんか質問が来てます。あ、質問が来てます。つかないかな。先生が、メニューに今聞いたら自分のは、メニューに今聞いたら自分のことは、メニラスター内の最低標高がゲームエンジンに持ってったらゼロになる。ゲームエンジン内では本当の標高は持てないということでしょうか。
これはですね、ゲームエンジン内では、本当の標高っていうのは持ってないです。いや、そもそも本当の標高っていうのが何かっていう話にもなるんですけど、本当の標高で作業できるようにゲームエンジン内でパラメータを、別途設定します。なので、本当の標高 PNG は本当の標高を持っていないんですけど、それに倍率を掛け算すると本当の標高に近い数字、もちろん1ミリ2ミリのズレは出てきますけど、そこまで追い込んだ状態で作業ができます。でこれはさっきのそのジオティフっていうのが32ビットのフロートっていうのは小数点以下があるデータですよっていうことです。で32ビットは65000×65000だから103の階調があるデータです。でただゲームエンジンで使えるのは16ビットのフロートまでなので、フロート使えたっけな、 UINT だから、使えるのか、なので、16ビットに変換する。その代わり階調が減る分、後で掛け算をしてゲームエンジンの方で実際の標高で作業できるように工夫をするっていう形です。でちなみにこれ、どうやればできるのかなって実はずっと探してたんですけど、ゲーム業界の方って実際の標高って実はいらないんですよ。雰囲気、山っていうふうに思えばいいやっていう形なので、実はそこでノウハウがなかなかなかったんですね。でそこを今回探し出して、作ったっていうところになります。詳しくはですね、先ほど、映像にあったアンリアルフェスタ2021のウィンターの方でこのラスターの考え方っていうのは、ご説明してますので、お時間あるときにそちらを見てください。休憩入れますか、どうしましょう。そうですね。じゃあ、ちょっと10分程度、休憩を入れてから、次にゲームエンジン使ったところに入ります。じゃあ2時から、次を、始めます。じゃあ一旦休憩でよろしくお願いします。真ん中にデータを。
はい、そうしましたら、再開します。でここからは、アンリアルエンジンを使った作業になります。そうですね、配られている、テンプレートファイルを使って、作業をしていきます。と、04リバーテンプレートの、バージョン02のフォルダを開いていただきまして、もう1個開いて、でここで、リバーテンプレートバージョン02、これを、ダブルクリックで、開いていきます。で会場の方は、アンリアルエンジンの 4.26-2 なんですけど、ズームの方で、もし、もっと新しいバージョンが入っている場合には、もしかしたらバージョンアップデートして、新しいバージョンで開いちゃうかもしれないんですけど、その際には、エピックゲームスランチャーの方から、ファイルを開くようにお願いします。で、開きましたら、画面の構成のイメージが、画面の構成イメージを概略説明します。まず、右上のところのアウトライナーというところに、これ、CAD でいうレイヤーみたいなところですね。そこに、今読み込んでるファイル、どんなのがあるよっていうのが出てきます。それから、下の方、下の方にはコンテンツブラウザーっていうのがありまして、ここに、このファイルの中に入ってる、各種、コンテンツが、表示されています。ここからですね、じゃあ進めていきますね。まずツールバーの方の、上の方にモードっていうボタンがありますんで、このモードのところから、ランドスケープを作成っていうのを選んでいきます。皆さん、アンリアルエンジン立ち上がりましたかね？すいません、これなんか過酷なハンズオンになりそうで、最後まで置く場所がね、なっちゃってね、もうそこでいいや、これでいいや。で、今、ランドスケープ、ちょっと今、資料をくれました。で、ランドスケープを選びますと、ランドスケープの編集モードに入ります。で、ここでは、管理のところから、上の、管理スカルプトペイントってあるやつ、そこから、管理を選んで、で、新規で、新規のボタンを押すと新規ランドスケープ作りますよっていうモードに入ります。多分開くと何もランドスケープないとこのモードになっていきます。で、ここでファイルからインポートっていうのを選びます。で、ファイルからインポートをチェックして、で、今度、高さマップファイルのところから、すごいですね。この英語の直訳がなんとも、ハイトマップなんですけど、高さマップファイルですね。で、ここで、選んでいきます。ここで選ぶファイルは、先ほど変換したファイルになりまして、変換がうまくいかなかった方については、先ほどの03アウトプットっていうのを、使っていきます。じゃあ03アウトプットを使っていきましょう。で、そうすると、今画面の、方になんかメッシュが、読み込まれているような感じになります。で、ここ、このまんまだと、標高が合いません。先ほど質問のあった、本当の標高ですか？いや、これは嘘の標高ですってなりますんで、見た目も嘘になりますってなるんで、ここから調整をしていきます。ん？ちょっと待ってくださいね。この、どっちでやったか。読み込んでからやるか。じゃあ、
あらかじめデータの内容が分かっている場合は、ここにあるスケーリングっていうところと、場所っていうところをパラメータを入れていくんですけど、一旦読み込んでからも、できますので、ここでインポート、まずこの状態で押してください。で、インポートをすると背景に、先ほどのランドスケープが読み込まれてきます。ただこれは大きさも高さも、実は、合ってないような、状況になりますので、ここから、先ほどのインフォ CSV、ズームでご覧の方はインフォ CSV ファイルを見ながら、ピクセルの大きさとかを設定していきます。ランドスケープを選んでいただいて、で、詳細パネルが出ますので、この詳細パネルのところのトランスフォームと書いているところ、ここに、インフォ CSV のパラメータを入れていきます。このパラメータの計算の仕方は、マニュアルの方に詳しく、書いています。で、今日お配りしている資料にも、書いてますが、これちょっと資料の違いがあるのが、さっき 0.5 メーターの解像度で出したので、X レゾリューションと Y レゾリューションっていう、これ100、100じゃなくて50、50に、してください。で、ちなみにゲームエンジンとか CG ソフトの基本の単位形ってセンチなんですね。なので、ここで100って出てるのは実は100センチ、1メーターのことなんです。1メーターを100センチを100というふうに読みますよっていうのが、で、今度こうすると、高さがおかしくなりますので、高さを今度調整していきます。と、これ、ここはですね、さっきの PNG を読み込んだ先に、さらにゲームエンジン側は512段階しか読み込みませんよっていうルールを決めてます。これどうしようもなくて、そのルールを見ていきます。で、なので、最大最小のところから512を割って100をかけた数字っていうのを Z のところに入れていきます。拡大縮小の Z ですね。ここでは 12.8 っていう数字を入れていきます。で、あと、このまんまだとまだ高さが合っていないので、高さっていうのはそのスケール、拡大縮小、スケールは合ってるんですけど、絶対的な高さの位置が合わないので、そこを位置のところから、合わせていきます。で、今回のデータの場合は、3276.8 っていう数字を、位置の Z のところに、入れていきます。で、こうすると、実際の標高に、近いところに、来ます。で、これを確かめる方法、実は、確かめる方法がですね、あまりなくてですね、私らがよくやってるのは、平坦化っていうツールを、クリックしてですね、スカルプトから平坦化、それで、ターゲットの標高を読みに行くっていうのはツール設定、左側のツール設定のチェックボックスを入れると。で、スポイトマークを押すと、ここで、今どのぐらいのスポイトがある標高どのぐらいですかねっていうのが、読み込めます。これで、ちゃんとした数字に、ちゃんとした標高に読み込まれているか。この場合、2002ってあるのは、2000センチなんで、20メーターですね。標高20メーターがここですよ、みたいな、ものになります。よくやってるミリで、我々やってるので、ちょっと違和感はあるんですけど、こういうふうに確認をすることはできます。それで、今の手順で、地形が実際の大きさに、調整できて、実際の高さの位置に来てますので、ここから、例えば、
TP 何メーターで降水域を切りますよっていうのも、TP 指定して、高さの指定をしてあげれば、その高さでスパッと切るっていうこともできるようになります。じゃあ、ここでですね、ちょっと基本操作に入ります。こういう状態になってなくて、どこに行ってるかわかんないよっていう方。アンリアルエンジンの場合、ゲームなので、カーソルで移動っていうよりは、ですね、WASD っていうキーを使うんですね。WASD を使うと、水平移動を、前に行ったりとか、横に動いたりとかっていうことができます。で、拡大縮小は、マウスの、センターホイールでできます。で、右向きたい、左向きたいっていうのは、マウスを、マウスでクリックしながら、右、左に動かすと、マウスのクリックだけで、向きを変えるだけ。うん。頭を振る。うん、そう。で、できます。これ、AutoCAD とか、インフラワークスとかも違う、とかとも違うので、慣れるまでちょっと時間がかかるかもしれないです。で、この基本操作が、できましたら、今度はここに革を張っていく作業をします。革を張っていくんですけど、実はこの中に、革のパーツって入ってなくて、別のところから革のパーツをダウンロードしてから使うようにします。今回の場合、プロシージャルネイチャーパックっていうのを使っていきます。で、この、プロシージャルネイチャーパックの方がですね、マニュアルの方では、ちょっと別のところに入れてくれみたいな指定をしていたんですけど、今回ちょっと入れる先間違えてましたので、先ほどチャットで送ったファイルの方に修正点が書いてます。そちら後でご覧ください。じゃあ、革を作っていきます。ですね、せっかく作った、ここまで作ったファイルなんですけど、これ一回閉じます。保存してもいいですし、保存しなくてもいいです。で、開くファイルは、ONGRIVER、で、そのファイルの中の、プロジェクトファイルを、開いていただきます。で、開いていただくと、先ほど苦労して入れたのと似たようなものができてますが、さらに着色までして航空写真も貼ってます。ちょっと周りぐるっと見せて。今回の領域に対して、実際に航空写真も貼って、さらに近いところに関しては、植生もある程度もう、あらかじめ入れてます。で、ここから、やっていただくのは、この、景色を実際のものに近いものにまず整えていきましょうということです。で、航空写真までしかないので、革、入ってないです。で、じゃあ革を入れていきますね。で、ここ、まず、プロシージャルネイチャーパックの、革を、使っていきます。で、ウィンドウから、そうです。プロシージャルネイチャーパックを、で、下にコンテンツブラウザーが表示されていない方は、上のウィンドウの方から、コンテンツブラウザーを、押していただくと、下に、表示されるようになりますので、ズームの方、ないよっていう方は、そこで開いてください。それで、下の、コンテンツ、どうあげました。どうすればいい。
そこまで。シェーダーコンパイルっていう、メッセージ出てるんですけど、そこは問題ないです。ちょっとまあ作業が重くなるぐらいなんですけど、これ何かっていうと、この中で読み込んだ瞬間に光の計算とかすべて、やる、仕組みになってます。なので、シェーダーコンパイルが入ります。で、ちなみに長いやつですと、シェーダーコンパイル、1時間とか2時間とか、かかる場合がありますが、作業自体はできます。じゃあ戻ります。それでコンテンツブラウザーのところから、コンテンツの、プロシージャルネイチャーパックの、スプラインのブループリントを開きます。で、ここの、ブループリントの中のマスターリバースプラインってやつを、探して、それを、ドラッグ&ドロップで、まあ、川のあたりにポイッと置いてみてください。で、ここから、結構、大変なんですけど、大変っていうのは操作がですね、思い通りにいかない時とかあります。なるべく川のところに置いた方が楽です。もう一個ポイッと入れていただいても構いません。じゃあ、ちょっと前の、どんな作業をやってるかっていうのを、見ていただいた方がいいかもしれないです。じゃあ、ここから川の幅と、川の長さを、どんどん決めていきます。ちょっと、やってみて。あ、それ回したらね。あ、回しちゃっていいか。ごめんごめん。全部を選んだ状態で、回さなきゃいけなくて。うん。それで、上流下流を決めていきます。で、確か最初に入るのが上流端が入っていくだけかな。ゼロの方が上流じゃなかった。ゼロの方から、水が流れていくので、ゼロを上流側に置いて、で、1の方、これ拡大すると1って見えるかな？ないか。うん。ゼロと書いてない方を、今度ポイントを選んで、それを今度伸ばしていくような形になります。そう。で、あと、これ、川の幅が狭いので、ちょっとやりにくいなっていうところは、川の幅を広げていきます。どっちやった方がいいかな。川の幅を先に広げてもらってから、うん、であとはですね、川の形に、今度、変換点を追加しながらっていう作業になりまして、下流側の点をクリックしておいてから、ALT だったっけな。ALT でよかった。ALT キーを押して、追加していきます、変換点を追加していきます。で、これをどんどん繰り返していくと、長い川ができていきます。で、ここは、川作るの大変なんだな、っていうところがちょっと分かっていただければと思うんですけど、実はこの他にも、川を作る方法って、他にもあります。先ほど、大月先生の方から紹介のあった、例えば、アイリックのデータもあるよと。なので、現況の川は、そのアイリックのデータで表現するよっていう場合には、今度ちょっと公開するアイリックプラグインを使っていただければ、もうそのまま川ができるようになります。
で、そうじゃないとき、計算結果もないんで、とりあえず川っぽく仕上げたいっていうときには、こういう、プラグインを、水の川のプラグインを使って川っていうのを表現しています。この他にもいろいろ水のプラグインっていうのはあります。あれですね。例えば、これ川の形なんですけど、川の形じゃなくて、本当に流体計算させたいよみたいなときは、エピックの杉山さんが出してきた、最後のフルード、なんだっけな、忘れた、フルードシミュレーターあれを使うと、そのまま水も流すことができるよっていうものになります。ただあれはアンリアル5から搭載された機能ですので、アンリアル5の今回の4では、使えない機能です。で、これで川をどんどん決めていくんですけど、そんな感じでいいですよ。で、川を決めていって、ちょっと川に近づいてみて。波とか見える？流れて見えない。で、川の色とか、そういうところは、いろいろと、マテリアルファイル、いや、それランドスケープだから。マスターリバースプラインを選んだ、ところにマテリアルが。川が選べてる。川自体はまず選択肢。すぐです。スプライン、ランドスプライン。そこに、今入れたものの、パーツの中にそれぞれ、どういうメッシュで、作りますか、どういうマテリアルで作りますかっていう情報も入ってますので、例えばこの色気に入らないなってなると、この、色を変えていただければ違う色に変わります。そこ細かなところはマニュアルの方に載っています。はい、そしたら、ですね、一番大事なところにちょっと入ります。じゃあ次に地形の編集の方を。ああ、了解。フォグを切って、もう注意した。あ、もうちょい。コンテンツブラウザーから、フォグを切っていく。あ、コンテンツブラウザー、レイヤーパネルから。そこから、ボリュメトリック、エクスポーネンシャルハイトフォグと、そこまででいいよ。で、そしたらここから先もう実際に地形の編集に入っていきます。川ができてなければできてないでも大丈夫です。じゃあ地形の方にちょっと移動してみてください。地形があるところ、今回ちょっと引いてもらって、もう少し上空から見て、ですね、今回この航空写真が貼られているような場所が、編集対象の、練習用の場所になります。その他のところはすでにマテリアルを、つけてます。なので、ここで、実際に掘ったりとかっていうことをやっていきます。で、ここの場所を、少しワンドっぽくなっているところがありまして、例えばこのワンドを活かした、整備どうすればいいかなとか、そういうところを、考えていきたいと思います。ここをこう行きたくなるようなワンドにこれからしていきます。じゃあそのためにまず地形を編集していきます。地形の編集モードに入る前に少しだけワンドの方に近づいてみましょう。作業しやすいような位置。そうですね。で、ここでモードから
ランドスケープを選んでいきます。で、この、ランドスケープを選んで、スカルプトっていうのが、地形を切ったりとか持ったりとかする、モードになります。で、ここはスカルプト、スムージング、平滑化、とか、あとはいろいろ侵食とかもあるんですけど、基本使うのは、我々はスカルプト、スムージング、平滑化、この3つぐらいしか使いません。で、まずスカルプト、ボタンを押していただくと、こういうぼんやりした丸が出てきます。これ、この丸の範囲が、変更がかかりますよっていうものになります。この、丸をですね、ぼんやりした丸じゃないようにしたい場合は、左側のブラシの設定のところからブラシのフォールオフっていうのを、ゼロにするとくっきりした形で彫れます。ちょっと彫ってみるんですけど、あとはブラシの強度、ツールの強度っていうところがあります。そうですね、今これはどっちだ、彫った方か、穴を、作った方ですね。ブラシの強度をゼロにしたので、滑らかな地形にならずに、いきなりガーンと落ちるようなものができてます。このままじゃダメなんで、一回戻したいので、コントロール Z で戻してください。で、今押すと、どっちを押した？シフトを押してました。そのままクリックすると盛り上がる方になります。で、シフトキーを押しながらだと下げる方になります。で、あ、です。で、このワンドとか、大体もう先にイメージができてるんなら、さっきのブラシツールを使って、一気に粘土みたいな感じで、切っていくっていうのもありです。ただ、革の場合っていうのは、基本的にどのぐらいの高さにしたいなっていうのが多分先に頭の中にあると思います。その場合は、いきなりスカルプトでえいってやるんじゃなくて、平坦化っていうモードから、最初に当たりをつけていくのがやりやすいです。で、この平坦化の方の、を選んで、ブラシのサイズこれだと大きいので、300ぐらいに、3メーターぐらいですね。そうすると小さな円ができてきます。で、この円を使いながらこの高さどこまで掘っていくかっていうのをここ数値で設定していきます。ツール設定のところから、ターゲットを、ターゲットを、平坦化っていうふうにして、ここで文字を入れていくんですけど、今、一番深いところの、ワンドの標高をちょっと調べます。スポイトボタンを押して、で、スポイトボタンを押しながら一番深い、もうちょい上の方、画面の、上の、下の、川に近いところの一番深いところ。川に近いところ。そのままずっと、下流の方行って、それ上流。その凹んでるところぐらい。そこら辺の標高を、いくつぐらいかなっていうのを見ときます。で、この場合、いくつになってる？さっきのスポイトの数字って。644なので、じゃあここを、深さ1メーターぐらいのワンドにしようかなっていうと、550ぐらいに設定します。なので、ターゲットを550っていうふうに入れます。一番深いところで1メーター、今より1メーターぐらい深くしようかな。じゃあ、そうすると、ターゲット550だなっていう、感覚です。で、これで、あと平坦化のモードがボスってなってる場合は、低いところは高くします。高いところは低くします。両方モードが、出ちゃうので、これは、
どっちかっていうと掘る方がメインなので、ローワーの方ですね。ローワーの方を選ぶと、低くなるだけの方になります。そしたらさっきのワンドの、ところに沿ってちょっと絵を作っていきます。もうちょいこっち見て。こっち。逆。さっきのアングルに戻した。うん。そこで、一番深そうなところをもう少しこう降水時期の方に、少しこう平滑化して、線を作ってみて、そう、そこからずっと、もっと入り込むような感じのワンドに、でここから先は皆さんの、デザイン力になります。こんな空間を作りたいっていうデザイン力です。で今実はその、操作しているのがまだそうですね、3ヶ月ぐらいしか、使ってない、人がちょっと操作をしているんですけど、そこでも、まあ、ちゃんとできているので、でここで、例えば川を作るときですと一番深いところ、ワンドの一番深いところを何メーターにしようか、でその中心をどこに持っていこうかっていうふうな、考え方をして、だいたい線を決めていってから、今度、周りを削っていくような感じになります。で、周りを削るときっていうのは、スカルプトでやってもいいですし、まずはスムージングで慣らしてもいいですし、で今回絵の方は、こういうふうにスムージングっていうのを使うと一回こう盛り上げたところをこうなだらかに仕上げてくれるっていうものになります。ではちょっと皆さんの方でこの3種類のツール使ってスカルプト、スムージング、平坦化っていうのを使ってちょっと掘ってってみてください。好きなように。じゃあこっちも、そこ、急な崖になってるところを糸山さんのこうデザインでちょっと鳴らしてみてください。あ、いや操作は、でこればっかりはそのいろんな方のいろんなデザインがあると思います。考え方も違いますし、またいろんな種類の、目的もあると思いますので、その目的に応じた、まあ、整備というか、掘り方とか地形の造成っていうのがありますから、基本正解はないです。ただ、こうやって見える形にしていくと、どんなものができるのかっていうのを、合意形成、発注者さんと、協議しながら決めたりとか、それから、その他の方々、社内で、決めてったりとかっていう時もすごくやりやすいと思います。イメージはこう粘土で作りたい形をこう作っていくっていうところかなっていうふうに思います。いや、カバンの中持っちゃダメ。化石阻害を起こして流れなくなっちゃうんで、基本はちょっと掘る方に、鳴らすか掘る方にしよう。で、あと、この角度だと、
人が行ったときに、落ちたら上がれないかなみたいなのもあるので、じゃあもうちょっとなだらかにしていくかとかですね。ブラシのサイズを少し大きくして、さっきのね、平坦化使って、平坦化じゃない、スムージングだけでいいよ、この場合。スムージングボタンを押して、で、スムージングの半径を少し大きくしながら、そのぐらいでいいや。それで、そこをぐりぐりとやっていって、そうすると、だんだん寝ていくんで、で、まだもうちょっと、アプローチのところ、降水時期に近いところが、ちょっと急だなと思ったら、ちょっと降水時期側にブラシをずらしてもらって、あ、逆、高いところ、そっちにずらして、もう一回そこでスムージングをかけていくと、そのまま画面の下の方に見せてもらうと、もっとなだらかになっていくんで、で、このぐらいの角度でいいかなっていうところは、今度は、近寄ってみて、今度はアイレベルで、確認してみる。そうすると、確認してみますと、あ、このぐらいだったらなんか近寄れそうだなとか、近寄っても怖くなさそうだなっていうのが、だんだん見えてきます。もうちょっと視点を下にしてみてください。人の目線ぐらいになります。うん。ですね。このぐらいだったらまあいいかなっていう感じですね。どうでしょう、大体皆さんの方で彫ったりとか、まあ、こんな形でいいかな、ここから今度仕上げていきますので、今度は地形はあまり触らずに、今度表面に、水生植物を置いたりとか、あと植生を置いたりっていう作業をしていきます。そしたらここからですね、じゃあ塗る方に入っていきますね。塗るところは、先ほど、スカルプトっていうボタンを押したんですけど、その横にペイントボタンがございます。で、このペイントを選んでいただくと、ペイントをしたりとか、またここでもスムージングしますよとかいろいろ出てきますが、基本はペイントっていうふうに選べてあります。で、じゃあ、どんな、ものを塗っていくかなんですけど、例えばグラベルを、そこら辺、適当なところに塗ってみて。あ、いやいや、それを選んだままでいいよ。それを選んで、そう。もうちょっとブラシちっちゃくした方がいいかな。あ、まあ、まあ、大丈夫。うん、で、今、塗ったやつがですね、出てくるまで、シェーダーコンパイルが入ってきます。で、今塗ったやつがですね、うっすらとしか出てないので、これ、なんでうっすらとしか出てないかっていうと、ツールの設定のところからツールの強度が 0.3 になってるので、30% の強さで塗ってますよっていうだけなんです。これ、例えば1にしてみてください。で、1にしてもう一回、そこら辺塗っていただくと、航空写真が消えて、航空写真が消えて出てきてるはずなんですが、これは分かりにくいやつなのかな。じゃあ別のリバーロックかなんか選んでみてください。そうですね。これ、最初に一回塗るときに、
光の計算が入るので、シェーダーコンパイルっていうのが入ってきます。で、こんな感じで、それをもっと近づいてみてください。ちょっと移動のスピードが速いから、移動スピードを2ぐらいに、ここから、これを2にして。ぴょぴょ動いちゃう場合は、先ほど右上のところに移動のスピードを選ぶところがありますので、これを、数字をちっちゃくすれば、OK です。で、そうすると、もうちょっと細かく、近寄ったりとか、っていうのができます。です。こういうふうに塗っていきます。で、そしたら低い草っていうのをちょっと塗ってみてください。で、それを、そうですね、そこら辺にこう塗って、で、ちょっと近寄ってみてください。もうちょい近づいて。もうちょっと。うん。で、この草の、マテリアル自体は、実は、塗る、背景のマテリアル模様と、実際の草の、モデルも一緒にセットになったものが入っています。なので、こういうふうにセットになっているものを使うと、塗るだけでもう草っぱらができるっていう、感じです。で、これは、いろいろ作り方はあるんですが、今の、リバーテンプレ、電池が。今の、今の、リバープレテンプレートの中には、はい、ある程度設定したものまでは入ってるんですけど、細かなところはネイチャープロシージャルパッドか、あとメガスキャンの、エピックさんからあったメガスキャンのデータとかを入れてくると、さらにいいものができています。じゃあ、これで、今度、このあたりの、じゃあ、ここら辺草っぱらかなとか、ここら辺はもう少し、多分泥っぽくできるだろうな、みたいなところを、塗っていくような感じ、仕上げていくような感じにしてみてください。だから、さっきの川の近くで少しこう凹んでるところは、細かい砂とか泥とか、そういうのをちょっと今塗っちゃおうか。で、いくつか、そうですね、マテリアルは準備していますので、だいたい革で使えそうだなっていうものをあらかじめ、作っています。もちろんこれが、ちょっと、品質的に、もう少しクオリティ上げたいなっていう場合は、マテリアルを今度自分で作って、それで塗っていくとかっていうことももちろんできます。あ、でも15時から質疑を終えて、塗っていくと、そうね、そうです、自分の好きな、先ほど説明あったように、こう、仮想空間の中に自分の好きなデザインを作っていって、で、それを見ながら、今度は、この川をどうしていきたい、こういう川があるといいな、みたいなのをですね、出していくと、例えば今、こんな川を作りたいっていうときに、
理想とする側の写真とかを撮って、それをこうイメージとして使われていると思うんですけど、こういったあのツールを使うことでも、その理想とする自分、あの設計技術者として理想とする、環境技術者として理想とする、変わってこういうイメージですよっていうところが視覚化もできますし、皆さんとも共有ができるっていうところです。実はこの辺が私も苦手なところでして、実はここから先はその空間デザイナーさんとか、あとはそうですね、景観のデザイナーとか、そういう方が得意な領域ですし、あとはですね、例えば写真を撮るのが好きですよっていう方なんかも、多分、こういうの得意だと思います。僕の場合、写真を撮るのは好きなんですけど、スケッチを描けって言われるとものすごく下手なので、それで実は3次元のツール使えば別にスケッチ描かなくていいじゃんっていうところから、実はここからここに入ってったんですね。まあ、もしかしたらその最近の若い方とかの方、若い方とかでこう写真の撮り方、映える写真をどう撮るか。で、その映え方を考えながらデザインする人がもしかしたら出てくるかもしれないので、若いオペレーターの方とかに、作ってみてっていうと、ものすごくいいものが、できる可能性もあります。それでマニュアルの方にはこのマテリアルの色とかそれから質感を少し変更する方法っていうのも、書いています。で、もう少しこれ色を変えたいなとかですね、例えばこの草の高さを少し変えたいなみたいな時は、マニュアルを見ながらやってみてください。じゃあ画面の方は、さらにちょっと、じゃあ草も生やしてみましょう。で、堀地の方から、草を生やす方法っていうのは、2種類あります。先ほどのランドスケープマテリアルにあらかじめ組み込まれているケースと、もう一つは、実際の草のモデルを置くっていう、2種類があります。今回、今からご説明するのは草のモデルを置くっていうやつです。モードの方を、ランドスケープから今度フォリッジっていうモードに切り替えます。で、フォリッジに切り替えて、じゃあどういう草を、植えたいですかっていうのがあるので、どれにしようかな。この中で、プランツっていうフォルダーの中に、いろいろな草をもうセットしています。どれにしましょうか。ですね。鶴吉。鶴吉のフォルダを開いていて、で、ここに鶴吉のモデルがあるので、水色の、ものが、モデルになります。これを、その上の、ここにフォリッジをドロップっていうところに持っていきます。いいですよ。で、例えば単独でここにこれを置きたいときは、そのチェックをして、チェックをすると、この、ペイントって書いてある、ところに鶴吉が入ってきます。で、この辺ですね、デフォルトで入ってるものは、九州管内で重要種、っていうふうに言われているものを選択して格納しています。ただ、市販されている植生データで、
例えば風に揺れて風の影響を受けるとか、そういうふうな処理がされているものとかもありますので、そういったものも使ってみながらですね、やっていくといいと思います。もうちょっと近づいてみて。で、釣り押しの、モデルをこういうふうにブラシの中に、ざっと置いていくような形の、使い方になります。でこの辺は植生のプロとかですね、いらっしゃいますし、あと使うソフトもですね、何種類か、植生を作るソフトっていうのがありますので、自分好みの植生っていうのはそちらのソフトの方で別途、作っていくと、後々作業が便利になっていきます。でこの CG も CAD もそうですけど、どれだけパーツを持ってるかっていうところが後々の作業性にも、かなり影響してきますので、例えば社内で、やられてるときにはどっかにそのパーツライブラリーみたいなのを、各社独自のものを作っていくと、生産性も上がりますし、品質も、同じ品質をずっと出し続けることができるっていうふうに多分なると思います。そしたらですね、その後が、ちょっとすいません、駆け足みたいな形が。リムのモデルを入れなくて、リムのモデルを入れ、なんのか、リム、シム、シムで用意しないで、用意してないので、OK。今、革ができないと、革が下に行って。からパーツ取る方法に決まりつつありますけど、もう一度なんか後でコンバレントの方法を作ることがなんていうんでしょう、今できてないよ。コンバレント、コンバレント、じゃあ、あとはですね、皆さんももうだいぶ進んでいるので、少し時間を取って仕上げていくんですけど、ここでそのじゃあこれパーツとして、報告書に貼りたいみたいな、ところ、あと、打ち合わせ資料に貼りたいみたいなところの説明をします。ですね、このメインの画面のところの、上にパースペクティブとかライティングありとかあるところの、この下三角を押します。で、そうすると、高解像度スクリーンショットっていう、モードがありますので、これを押していただくと、ここでスクリーンショットのサイズ調整、実はこのサイズを大きくするとスクリーンショットのサイズも大きくなります。で、サイズも大きくなりますし、光の計算もきちんとやってくれたりします。光の計算はやるか。で、まあ、1でもいいですし、2とか3とかっていう風にすると本当にでかいのができますので、まあ、これで、あとは、スクリーンショットボタンを押していただくと、スクリーンショットができます。で、スクリーンショットができた場所っていうのは一瞬下に出てきます。で、それを見逃すと、どこにあるか分かんなくなりますんで、基本はですね、プロジェクトファイルの中に、の近くにできます。で、最初慣れないうちは、出た瞬間に、これどこにできたんだって探しに行った方が、いいと思います。慣れてくると、このプロジェクトの、セーブドっていうフォルダの中に、データがあるというふうに分かってきますので。で、あとはこれを、報告書に貼って、とか打ち合わせ資料に貼っていくと、そのまま使えるっていうところですね。で、昔はこのレベルの描画をするのに、やっぱり1時間ぐらい計算機が回ったんですよ。10年前、15年前に、私、信濃川の仕事をしたことがあって、あそこのとある、席を改良しようっていう。で、そこの改良用に、新聞広告を、打ちますと、非公式に。で、新聞半分ぐらいの大きさの絵を出してほしいんですけどって言われて、結局、あの時は、
半日ぐらい計算機回しっぱなしで、ようやく1枚の絵ができて、で、発注者にお出しすると、いや、ちょっと色違うんだよね、とか、ちょっと待ってください。わかりました。色を調整します。っていうやりとりでやったんですけど、今これ、1秒間に60回以上、描画してますので、もうこのレベルで十分だと思うんですね。というところまでが、一通りの流れになりまして、あとちょっと皆様の方で、もう少し空間仕上げたいみたいなところとかをやっていきたいと思います。ちょっと、川のところを、もう一度、説明した方がいいかもしれないので、川をやり直す。前の方の画面では川の作り方を、もう一度、やり直しますね。やっぱり水が入らないとなんかそれっぽくないので、今スプライン、そのスプラインを置いて、もう少し川の下流側まで、川を伸ばしていくから、一番最後のその点をクリックして、で、このギズモが出てきたら、オルトキーを。時間の余裕だから、メカニから川を作る方法をやってみてもらっていいか。あ、了解。今、ちょっと会場からリクエストがあって、もう一回最初から川作ってるっていう話なので、一回これ消します。はい。そしたら、ここから川を作る方に行きます。下のコンテンツブラウザーのところから、プロシージャルネイチャーパック。で、ここで、スプラインブループリント。で、この中にマスターリバースプラインっていうのがあります。このマスターリバースプラインを川の真ん中ぐらいにポイッと置いてみてください。で、置いたらですね、まず近寄ってみます。それもうちょっと上まで上げてきて、Z を上げてきて。でこれが川の元になります。で、ゼロが、上流側になりますんで、これ、ゼロとその下にある、今画面で下に見えてるやつを、ちゃんと向きをここで合わせとかないと、川が変な方向に流れていきます。なので、まずここで、川のスプラインの、そうですね、その辺をクリックします。でそうすると、これ全部選べるので、ここで回転をかけます。平面的な回転をします。オブジェクトの、回転ボタンを、押します。そうすると、回転できますよっていうモードに変わりますので、この回転を、そうですね、XY の水平方向だけ選んで、そっち。うんでこれでまず最初の準備がです。まずここまで。いや、これ、本当に悩むところで、これ、英語で書いてあってですね、最初、なんだこれとか思って、すごく悩んだところです。そうしましたら、今度はここから、川を伸ばしていく、作業になりますが、そうですね、この作業に入ったらすごく会場もざわついてできないよっていう、でこの回転させた状態で、今度ちょっと伸ばす、
伸ばすのと追加するっていうところをちょっとやっていきますね。まず伸ばすとき、伸ばすときは伸ばしたいポイントを、これ今2点ありますから伸ばしたいポイントを選びます。で選んだ上で、移動させる。それをちょっと動かすと伸びます。で伸ばすときもこの、3本の矢印、ギズモっていうんですけど、それぞれの方向とそれぞれの面っていうふうに指定できますので、最初の段階では、上流から今引いてるので、面の、緑、うん、そう、この状態、この状態で伸ばしていったりとかっていう方が、見失わなくていいです。で伸ばしていったら今度は、新しい点を追加するっていう風になります。で新しい点の追加の仕方は、選んだ状態でオルトキーを押しながら、移動させます。そうすると新しい点が追加されて下流側に伸びていきます。これマスターできたら、川マスターできます。よくは、多分ここ結構めんどくさいので、多分これもっと楽にするプラグインを誰かが開発するんだろうなとは思っています。これ、そうですね、なんか川っていうと透明で、綺麗な川っていうイメージなんですけど、よく言われるのは、いや、この川こんな綺麗じゃないんだけど、もうちょっとこう本物っぽくしてって言われることがあって、逆に濁らせる方が難しいみたいなところがあるので。でそしたら、こちらの前の画面の方は今度川らしく仕上げていく、ちょっとこう広げていったりとかをやりましょう。皆様からいろいろとチャットをいただいていて、
少し3時からは質問コーナーに、入りますので、チャットの方で投げていただくと順々にできるところまで、シェーダーコンパイルが OK ですね。地盤の拡大表示に変え、時間がかかります。PC の処理落ち、そうですね。ランドスケープサイズによって、PC の処理落ちっていうのは結構入りますので、ここは注意が必要ですね。スペック、バージョン、そもそもですが、バージョン 4.26、バージョン 4.26 にで作っていますが、基本、4.27 でもいけますし、5でも、いけます。ただ5になったら、操作性が大幅に変わっていますので、ちょっと注意が必要です。ただ、今から始めるんであれば、でもさっきのプラグインがですね、4.26 にしか、4シリーズにしかまだ対応してないので、5で動作するかはちょっと。あ、違うな。このプラグ、アンリアルエンジンの方にはプラグインがないので、5でも大丈夫です。マウスホイールを動かしてもほぼ移動、視点移動ができません。そうなんです。先ほどもお話したように、大きな移動は、キーボードの WASD を使います。それが前後左右の移動になります。で、回転は、マウスを使います。で、ホイールは、拡大縮小になります。あと CPU の性能が足りないかもしれません。GPU ですね。GPU が足りないかもしれません。これはさっきの地盤の話ですかね。ですね。どっちを使ってるかな。PC、CPU の性能の方かもしれないです。あと、もしかしたらメモリが足りないっていうところかもしれないです。ここは、タスクマネージャーで、動きを見ていただいた方が良いと思います。だから、ペイントする際にグラスマップの、再ビルドが必要ですと出ますと、ちょっとこれ、どういう状態になっているのか、グラスマップの再ビルドが必要ですか。ですね、スロットの話でもないし、これもしあれだったら一回ビルドボタンを押して、ビルドボタン、プルダウンを選んで、ビルドの方、このグラスマップをビルドっていうのを、押していただくと、再ビルドしてくれるはずなので、それを押してみてください。なんとかビルドが必要ですみたいに出た場合は、そうですね、ここの、今、すみません、このあたりをやっていただくといいです。それから、マニュアルはどこに、どこで入手できるかっていうところなんですけど、九州地方整備局さんの、インフラ DX 推進室の中に、マニュアル、公開してますっていう、案内があります。そちらの方から、マニュアルを、ダウンロードできます。
インフラ DX 推進室。ここの、マニュアル案を公開っていうところがありますんで、ここです。それから、その他、いろいろ、面白い情報は、ここにいろいろと載っていますので、こちらを見ていただければと思います。それから、リバーテンプレートを起動した時点でアメリカの警告みたいな地形になってしまっており完全に挫折しています。いや確かにそういう地形になると挫折すると思います。でなんでだろう。あ、でも起動した時点でですもんね。最初リバーテンプレートの中にはそんなものも入ってないので、入ってないです。さっきのやつだけ同じデータがあってどうしたんだろうと思ってますけど、今ウェブサンプルのデータがダウンロードしたみたいな、起こりえないですよね。そこはい、いやこれちょっとそうですね、わからないですね。もしあれでしたら、もう一度リバーテンプレートをダウンロードいただいて、で、見ていただいた方が良いかもしれないですね。公園で使われている PC の性能をという話で、今、ここで使っているのはノート PC、ゲーミングノートを使っています。PC のスペックは、Core i7 の、それじゃないよ。あっちだよ。あっちか。Core i7 で、メモリは、16GB ですね。で、あと GPU の方が、GPU が結構大切で、GeForce の、これは RTX 2070 を使っています。で、アンリアルエンジンやる際に大事なところは、さっき下の方にテクスチャービルドとかっていうふうに、テクスチャーストリーミングか。あれを、計算させるときは、GPU は実は使ってなくて、CPU を使ってます。で、CPU も、マルチコアを使ってるので、できればコア数が多くて、スレッド数が多いものっていう方が、スムーズに動きます。で弊社なんかでは、開発者によってちょっと使う PC は違ってるんですけど、大体統一しているのが、ビムシム用に使っている PC レベルを、想定しています。で、じゃあ、インテルがいいのか、AMD がいいのかっていうところは、まあ、それぞれ、好きなブランドでいいと思います。開発系の人、うちで、ちょっとこう、なんていうんですかね、尖ってる方とかは、僕は AMD で、そう、10、なんだっけな、AMD のライゼン9の 5950X とかってやつを使うと、確か16コア32スレッドとかなんですね。普通のが8コア16スレッドとかなんで、で、それが多くなれば多くなるほど、作業を分散させてできますし、表示をスムーズにするなら GPU を、積んでおく。それから、動きが、不安定な場合は、メモリを、増やしておくことですね。というところです。あ、先ほどの、大月先生から返信していただいてましたね。ありがとうございました。河川のスプラインを設定するときは、パースペクティブを、クリック上を選択してから、ありがとうございます。その通りです。あ、グラスマップをビルドしたがダメでした。ダメなのか。ダメなのか。そうですね。状況が、なんだろう。ちょっとうちでも調べてみます。
ゲームエンジンで、作成した、統合モデルは、テクスチャの情報を付与したまま FBX のファイル形式で出力できるかどうか、いつもゲームエンジンでやるときって、最後までゲームエンジンなんですよ。なので、ここから出す場合っていうのは、ビームシムとか設計図の方に持っていくことが多いので、地形データは持っていくんですけど、モデルのデータってちょっとなかなか出す機会がなくてですね。で、ただ、ここにあるそのシビル 3D とか、レビット、特にレビットなんかはですね、アンリアルエンジンへのデータ読み込みのパイプラインがあって、レビットで少し修正をすると、アンリアルエンジンの方でもそのまま修正が入るっていうものが、そういう機能になっていますので、なので、どちらかというとアンリアルエンジンは、アンリアルエンジンの方は、仕上げとか雰囲気を確認するっていう方が、いいと思います。それから iLiq から、そうか。で、ここでちょっと説明しておいた方がいいのは、じゃあ、ゲームエンジンって一方通行なのっていう話があると思うので、ランドスケープを出力する、ちょっと手順を、手順になります。で、ランドスケープの出力については、モードからランドスケープを選んで、で、管理のところ、管理じゃないや、ごめん、スカルプトですね。で、そうすると、左側にターゲットレイヤーっていうのが、出てきます。このターゲットレイヤーのこのハイトマップを、右クリックして、ここで、右クリックすると、ファイルから、ファイルへのエクスポートっていうのがありますんで、これで、PNG ファイルを出力することができます。で、この出力したファイルをさっき出てきた捨てないでくださいって言ったインフォ CSV で、変換をかけてあげるんです。QGIS の方に、このファイルを、PNG から TIFF を作成っていうふうにすると、TIFF データとして、ジオ TIFF データとして戻すことができますので、じゃあそこで戻してあげて、今度は、さっきは自由な形だったけど、設計図を作んなきゃいけない。なので、シビル 3D で作業をしたい。だから、シビル 3D の背景に先ほどの絵を読み込んできて、で、もう少し簡素の形状にして、設計図として納品するっていう流れになっています。もしくは、iLiq で、計算をさせたいっていうときも、ここで、ハイトマップで出して、で、iLiq の方は PNG 読めるプラグインを、iLiq 側が用意してくれましたので、iLiq にさっきの PNG と Info CSV を読み込んで、計算を流すということができます。これがデータの連携っていうところになります。で、iLiq から吐き出したデータを Unreal Engine にインポートする方法の解説は今日の解説ではないのでしょうか。申し訳ございません。今日は、そこまで、いけてないです。近いうちに、機会をいただければ、説明させていただきます。から、デムコンバーターの質問です。アンリアルエンジンに読み込むために、PNG 形式の地形データとともに、その画像の用意が必要なようですが、静岡県のフリーデータ、縮尺が合わず、オールソ画像の生成ができませんでした。なるほど。多分これはですね、例えば 1000×1000 の地形データを作って、で、そこに1メーターメッシュのですね、地形データを作って、そこに例えば50センチ解像度の航空写真を貼りたいと。
言ったときに、うまく縮尺が合わなかったということを言われているのかもしれないです。で、ここはですね、ちょっとコツがありまして、ランドスケープを出力した区形、QGIS の方で作業をするんですけど、区形、さっきの赤枠の地形ですね。赤枠の地形で、まず画像を切り出すっていうことが、必要になります。で、画像を切り出した上で、ゲームエンジンの1メーターが標準っていうところ、100センチが標準っていうところに対して、解像度がどう違うのか。例えば、解像度が50センチですよっていうと、2分の1にしなきゃいけないですし、100センチが標準なので、っていうようなその縮尺の調整をやっていきます。そうですね。そこも確かマニュアルには書いてあったような気がします。あと、この地形にビームのモデルを統合する場合、Unreal Engine上で座標で位置合わせすることはできますか？その座標の位置合わせの時のポイントが、こちらもマニュアルの方に、書いてます。切り出したところの座標がどこだったかっていうところで、置きに行きます。ちょっとマニュアルの方をすいません。ご確認ください。QGIS のプラグインのデモコンバーター一般に配布されてますが、一般に配布してます。この、九州地方整備局さんのホームページの方の、デモコンバーター、これが、QGIS 用のコンバーターになります。で、画像解像度が UE4 とありますが、UE5 でも、一緒ですかということで、基本は UE5 でも一緒です。で、これなんで1000いくつとか、1007×1007 とか、2017×2017 とか、なんかよくわかんない数字になってるかっていうところなんですけど、細かいところはよくわかんないんですが、その処理にすると、ゲームエンジン側の、処理が高速になるっていうことで、推奨されている数字です。もちろんその他の、設定数、数値も使うことはできます。ありがとうございます。講習会、画期的な講習会です。ということで、それから、静岡の天群データを作成したことがあります。G 空間に、ありがとうございます。座標系の設定を、これは先ほどの話ですね。CAD の中心線形を読み込み可能か、中心線形を、そうですね、これちょっと工夫が必要ですね。例えば横断側線の情報とか、それから断面の情報とかっていうのは、我々も入れたりはしてるんですけど、一つ一つ実はカスタマイズして入れてるんですね。例えば中心線形の情報を、情報というか中心線形をシビル 3D で作った後に、線の情報はゲームエンジン読み込むことができないので、小さな円柱を中心線形に合わせてスイープして作っていくんです。そうすると、ゲームエンジン側で読み込んだときに、その線形が、タイプ上のものが、取り込まれますので、それを参考に実施するっていうことはできます。この辺がシームレスになればいいんですけど、例えばゲームエンジン側に今、シェイプファイルインポーターとか、そういうものは、サードパーティーで、開発されているものとかもありますので、その辺を使ってみるともう少し楽になるかもしれないです。以上、あと会場の方からご質問いかがでしょう。もう時間が。すいません、だいぶ駆け足で、ID から読み込む方法、機会があれば。
公開できるような情報かということで、本は公開できる情報として作っていまして、大月先生の方で、これ、IDIC から UE4 って、論文、卒業論文で出し、公開してます。あ、公開してはないけど、どっか、あ、今後もしかしたら、ですね、大月先生の方の、去年の、卒業生が、あ、今年の去年の卒業生かが、この IDIC と、UE4 の、連携っていうのをやったりしてまして、で卒業論文で、書いてたりしてます。その辺も後で多分公開できる情報に、なってくると思います。他になければそうですね、こういうふうにこの何ていうんですかね、今までゲームエンジンみたいなところって、全然こう関係ない、領域の、ツールだったわけなんですけど、実は使ってみると我々土木とか建設の中でもものすごく有用なツールだなと思ってきています。でかつ例えば今リムの技術者、シムの技術者、特にオペレーターさんですね。なかなか調達するのが難しい。でも、もう、制度化されて、どんどんやっていかなきゃいけないっていう状況に入っています。で、一方で、このゲームエンジンのを使える人っていうのは、実は建設業界以外にもたくさんいます。というか、そっちの方がたくさんいます。なので、そういうところで、使える人を、例えば、雇ってきて、で、あとは河川技術者として、こう、とか道路技術者として、こういう線形がいい、それからこういう、道路がいい。例えば道路なんかですと、先ほどのシミュレーターであったように、実際に自分が設計した道路っていうのが走りやすいのか、例えば交差点回避をして、やりやすいのか。じゃあ、データ作るのがめんどくさいっていう話になったら、さっき、点群データ、数十億点の点群データ入れますと。じゃあ、道路は MMS のデータがあって、もうそれを入れてくるだけで、例えばここの木を切ると、どれだけ死去が回復できるか、みたいなところはすぐに検討できるんです。で、その時に、そうですね、ここにある、ドーム型ディスプレイとかに例えばハンドルコントローラーをつけてみると実際に自分で走ってるときにあ使いやすいあ走りやすい走りにくいみたいなそういう検証もできたり、してくるので、いろいろと仕事の品質アウトプットの品質っていうのが、上げられるツールだなっていうふうに今考えています。それでは長丁場でしたが、今日はありがとうございます。ここで事務局の方に九州技術事務所の方に、返します。ありがとうございました。画面共有。はい、佐藤様、長い間といいますか、長時間午後から、長時間の、ご講演ありがとうございました。本日は、初めてですね、こういった形で、午後はハンズオン研修ということで、会場と、それから、ウェブという形で、たくさんの皆様、受講していただきました。で、ゲームエンジンを活用した取り組みということで、本日午後ですね、実際に操作等もやっていただきながら、進めてきたわけでございますが、初めて、触る方が多数いらっしゃったかと思います。そうした中でですね、非常に分かりづらいな、でも、こういうところはいいな、というふうな、視点でですね、今日受講して、書いていただき、これはですね、今後、いろんなところで、当然今、川作りでお話をさせていただきましたが、皆様、例えばコンサルタント関係の皆様でしたら、設計とかですね、そういった面で、河川に限らず、いろんな面でも、こういったゲームエンジンというのは取り組めるかなと思います。で、今後、職場、それとか、いろんなところでご活用していただければと思ってございます。で、先ほどちょっとご紹介ありましたけど、本、
ゲームエンジンの取り扱いのマニュアルにつきましては、本年2月1日にですね、九州地方整備局企画部 DX 推進室並びに九州技術事務所の方でもですね、公開をさせていただいてございます。ので、そちらの方で、細かいダウンロードとかですね、またご覧いただければと思ってございます。はい、本日ですね、10時ちょっと前から、3時半までということで、長時間にわたり、セミナーを開催させていただきました。インフラ分野におけるメタバースの作り方と活用ということで、カー作りセミナーということで、開催させていただき、以上をもちまして、本日のセミナー終了させていただきたいと思います。長時間にわたり、ご苦労様でした。ありがとうございました。以上をもって終わります。